はい、こんにちは。マイチャンネル、前原です。今日はこちらですね、スーパーマリオお風呂でポン。これはよくある入浴剤ですね。ボール状の入浴剤で、これをお湯の中に入れると炭酸ガスが出てきて、でこれ自体がどんどん溶けていくんですよね。で中にフィギュアが入っているというような商品です。よくね、機関車トーマスとかでもあるんですけども、これはスーパーマリオ。実際こういった玉の入浴剤になります。ラインナップは全部で5種類あるみたいです。マリオ、ルイージ、クリボー、プクプクと、あとスーパーキノコですね。では実際入って確かめてみたいと思います。なわけないね。なわけないですね。ちょっとね、お風呂に入れてる様子と、あと実際何が出てくるのか、で何が出てきたのか、それだけちょっとお見せしたいと思います。おお、こんな感じでブクブク泡が出始めます。これはちなみにフルーツの香りということですね。何が出てくるのか楽しみです。はい、ですね、こちらが出ました。ちっちゃいね、スーパーキノコが出ました。すごくちっちゃいですね。 USB 端子ぐらいですかね。ちなみにこちらの台座もついてくるので、フィギュアが出た後もですね、台座につけて置いて楽しむことができます。はい、ということで今回はスーパーマリオお風呂でポンでした。なんかね、このスーパーキノコのね、サイズがここにぴったりなんですよ。